はい、デッシーでございます。お世話になっております。動画の移動ありがとうございます。見直しました。まず1手目がまず違いました。ここでしたわ。いやー、恐れ入りました。ここを動かして、まあ右か左かだと思うんです。ここを動かしてぐるっと回っていく感じでした。はい、ちょっとまずね、一番最初に真ん中を動かすと絶対いけないような感じですねになってたんでね、ちょっとハマっちゃってました。申し訳ないです。本当ね、お時間いただきましてありがとうございます。でこれでもうね、もうすぐですよ。で動かして、下を動かせば完了ですね。1分、もう1分だわ。はい、とで、お待ちかね、ミルドラース戦です。ここまでね、なんとか結構みんな頑張ってくれて、節約すげえできてますよね。 HP でフローラーの MP がちょっとまあ減ったかなという感じぐらいなんでね。イエッタも回復してるし、テッシー、まあテッシーにベホイミかけてあげて、あとはまあいっか、8ぐらいだからいいっすね。並び替え、テッシー、セイン、リーナでいきましょう。あとはいっか、とりあえずこんな感じで。道具もそんなに、時の砂とかはもう使わないですもんね。OK です。よし、行きましょう。本当にお待たせしました、ミルドラース戦です。行きましょう、ガチンコで。はい、おお、なんかあれ、まだ宝箱を開けた扉かい。うわー、ミルドラース、そういうことかい、そういうことかい、ヘルバトラちょっと待て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 、ちょっととりあえず節約にして入れ替えましょう。全然覚えてなかった、こんなやついたな。そういえばドラクエ4ではこの人たちは奇跡の剣を落としましたよね。そういえばいたな。雄たけび聞かないと、で攻撃しかしてこない、もうそれだけだったらいなくていいじゃんっていうね。 HP 高いっすね。不気味な笑いを浮かべて、もうう、い、逆にもうええわみたいな。もう倒、まあもうちょいか、まだ倒せないのかな。結構もう HP は高いですね。まあそうね、激しい炎をずっとやられたら厳しかったかもですね。 OK、 何にも持ってない。お、オリハルコンの牙いいじゃない。これマットかな。そうですね、マット装備いきますね。強い、オリハルコン、大の大冒険で大がすげえ探してたやつです。神が作った金属ですよね。もう人間にはほんの少量しか与えられないっていう。よし、これでもう完璧ですね。作戦並び替え、P じゃねえ、テッシー、セイン、
リーナで行きましょう。もういいでしょう。もういいやろと。作戦ガンガン行こうぜで。おお、ついに来た。来た。おお、言ってくれた。ついにここまで来たか。伝説の勇者とその一族の者たちよ。私が誰であるか、そなたたちにはすでに分かっておろう。はい。魔界の王にして王の中の王、ミルドラスとは私のことだ。気の遠くなるような長い年月を経て、私の存在はすでに神をも超えた。もはや神の封印を解くのにエルヘブンの民の力などいらぬわ。さあ来るがよい。私が魔界の王たるゆえんを見せてやろう。手広げたミルドラス。まあね、ボス戦といえば、まあ形態がね変化するってことですよね。ちょっと待ってくださいね。ガンガン行こうぜでいいっすよね。スカルとかやっときます。一応1000円あげといたけど、お、うわ、いいじゃない。ルカナンも山彦、まあそうか。ちょっと待って、ちょっとバカすぎるんだけど。あ、一鉄カードやってくるんじゃ意味ねえな。もう攻撃で行こう。ゴーゴーゴー。いいえ、仲間、そんなことできる。まあキラーマシンからですね。キラーマシン、お前はシャーじゃねえだろ。お前はピシャーじゃねえだろ。でピシャーって一丁前にやって、ちょっとピンチ。リーナが、そっか、ヨナズンとか覚えてねえのか。ヨナズンあれば一発なんだけどなとかね思いつつ、うい、もう撤し、お父さんはずっと回復してあげるから。やば、ちょっと、え、来た来た、いいね。あー、ギガレイングループなんだ、なるほどね。いいじゃない。おーおーおーおお、いいいいいい、いいすいいすいいすいいっすね、ウェアゾーマー。よし、強い。ライデインは全員だけど、ギガデインはグループですね。これはもうあかんじゃないですか。もう倒せるだろう。ミクラス、これピッコロ、ナメック星人じゃないですか、もうほとんど。一旦キラーマシンに入れとくか。これで倒せる、 A は倒せるはず。よし、お、マジか。ちょっとミルドラス本気出してきましたね。こっちは魔法かかってないから特に構わんですわ。また仲間呼ぶのか。なるほどね。ただ悪魔神官はどっちかっていうとザオリクタイプなんで、そんなに、おお、ギガデインで一発か。さっき倒れなかったけどね。輝く息がきついな。ただまあフバーハとかはやってくれなくてもいいですね。どうせ剥がされちゃうんで。なかなか強いな。うい、マジか。
野郎。これもしかしてメリドナース先にやっちゃった方が早い説。やばい。ちょっとベホマっとこう。うわあ。ちょっと待って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 。よし。やばいやばいやばい。ミルドナースこれ自動回復とかついてるのかな。どうなんだろう。怖いな。つー。そうだとしたら結構やばいっすよね。ちょっと繊維がもうガス欠なんですけど、ちょっと待って待って待って、やばいな。これそうですね、キラーマシンにマヌーサかけてくれればこれでいける。うーわ、ちょっと、あれ全然倒、マジかこれ。お、これで変身かな。さすがだな、伝説の勇者とその一族の者たちよ。しかし不幸なことだ、なまじ強いばかりに私の本当の恐ろしさを見ることになるとは。泣くがいい、叫ぶがいい、その苦しむ姿が私への何よりの捧げ物なのだ。勇者などというたわけた血筋を私が今ここで断ち切ってやろう。お、足元がなくなり、本性、正体を表す。本気ですね。倒せるかね。おお、おお、デスピサロが変身、全部の変身したみたいな感じですかね。尻尾長、きた。ちょっと竜王っぽい音楽で、繊維やばいな。繊維これ作戦失敗したかね。ちょっと待って、テッシーピエールかな。時の砂使えるかな。ちょいちょいちょい。マジかお前。ちょっと待った。ちょっとオークスちょっとやって。てもらって、ちょっと待って待って待って待った。うわ、ちょっと、あ、スカラ？クイ、よし、ピョッ、障害鉄士、ピエール、リーナ。ちょっと待って、賢者の石どころじゃねえな、これ。悠長にやってる場合じゃねえっすわ。おし！バイキルトやってくれた。ちょっと、ここはもう攻撃ですな。瞑想、こう、瞑想があるからね。よしよしよし。
行ったれ行ったれ。おお、ピエール・イオナズンが効かない。よしよしよし、くー、あー、ピエール・リーナ回復してあげて、くいー、ふいふいふい、この野郎ゾーマ一発来る。なんかこれもイブールっぽい感じがしますね。リーナ、オークス、線あたりで行ってみる。瞑想か、よし、瞑想したってことはなんかイテツカハードをやってくるのかな。いや、ちょっともうようわからんから、リーナ、フローラ、マット、マットで行く？ちょっともうわからん。ちょっと待って、瞑想したね今。瞑想したからピエール、マット、リーナでちょっと様子見よう。イオナズン、瞑想、イオナズン。お、いいね。これこだまするでしょう。瞑想イオナズンね、まず。バコいった、バコ。瞑想イオナズン、凍てつ稼働。瞑想イオナズン、凍てつ稼働。おーしおしおし、これいいじゃん。よしよしよし。障害。瞑想イオナズン、凍てつ稼働。次、灼熱じゃない？じゃあ。灼熱、繊維、ピエール、オークス。で、命大事にで、行ってみる？おー、ビンゴ。あー、オークスはベホマラやってほしかったな。入れ替え、総替え、テッシー、ピエール。リーダー。痛恨やってくるんだよね、多分。ほら。リーダー。で、次、瞑想かな。待って、瞑想イオナズン、凍てつく波動、灼熱痛恨でしたよね。これやばいね。障害、ボックス、すいません、黙っちゃって。ちょっと待って。オークス、テッシーにしてみて、テッシーの攻撃が下がってるかどうか。メアゾーマか。下がってますね。そしたらやっぱり溶けちゃうのか。次、瞑想ですよね。ガンガン行こうぜで、テッシー、ピエール。違う。あ、そうっすね。これでいこうか。で、次、イオナズン。イオナズンやってくるから、イオナズンに強いやつってあんまいねえよな。基本いねえよな。テッシー、ピエール。まあ、マットでいいか。マットでいいっすね。賢者の石使っとくか。
マッドで、で次凍てつく波動ね。凍てつく波動か。ちょっと一旦体勢立て直すっていう意味で、でつく波動で灼熱、これ灼熱ですよね。よしよしよし、灼熱メラゾーマでしたっけ。テッシー、セイントリーナ、これでまあ これでどうなるかですね。あー、モロに食らうわけか。なるほどね。天空でもそこまでって感じか。次痛恨ですよね。よし、耐えた。いいじゃない、この野郎。瞑想で実際どのぐらい回復してるかがちょっと謎。そうこれ山彦リーナが要ですね。今メラゾーマ打ってきて瞑想かな。瞑想をイオナズン、なんだ、瞑想イオナズン、イブールと一緒ですよね。なんか似てますよね。瞑想イオ、次瞑想か。なんかどっかでどんぐらい回復するんだろうこれ、マジで。それが怖いっすね。200、おボン、200、300ぐらい与えてるけど、どこまで持つかですよね。イオナズンですよね次。まあでも攻撃しとくか。リーナナイス。ちょっとそれだけが本当頼り。クイーおい。で次は凍てつく波動ね。知るかボケ。おい、いいじゃない、どんどん入ってる入ってる。おい、で凍てつく波動の次が灼熱？灼熱でしたっけ？灼熱ですよね。イエッタで、ここで賢者の石使えばいいわけか。世界中の雫使うか。まだ早い。まあ、一回攻撃しかしてこないから、そこが読みやすいですよね、ミルドラース。よしよし、イエッタもマヒャド使えるんだよ、この野郎。で、ここで痛恨やってくるんですよね。痛恨で、テッシーが食らわなければ、いける。ふぃー。やばい。それはやばい。それはいかん。ちょっと待った。それはいかんぞ。いやー、障害、次瞑想だろう。やべえなこれ。うわー、ちょっと一回棘のソナ使っていいですか。ちょっとね、勝てる気がしない。
パターンを覚えたんで、とりあえずそれでなんとかしようかなと。ちょっと待って、時間が逆戻りした。一旦前しか戻んないのこれ、きついわ。戦闘の最初には戻らないと、そういうことですか。わかりました、わかりました。やばい、障害で、まあまあテッシーとピエール、いや、イエッタ・リーナかな。いやー厳しいね。そうするとイエマヒャドイエッタでガンガンに打ってもらってぐらいしか方法がもうない。そうっすね、入れ替え、総替え、もうリーナがガスケツ、イエッタとピエールっすね。これでもうあとどんぐらいいけるかにかかってますね。もう行こう、この野郎。知るかと。ピエール攻撃の方がいいんじゃない、大丈夫か、この野郎。お前マジでマホトラとかいらないから、本当にもうダメージダメージ、とにかくウィー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 と、この野郎知らねえよもう、どうなっても。しずくしずく、終わった。これはもう、これ絶対テッシーに当たんのかな。ちょっとこれはもうもうやばい。オークスが、うわー終わったな。いやーもうもうダメやろかー。ちょっとね、ここまで見ていただいたんですけれども、これは勝てないね。くそー、もうちょいだったと思うんですけどね。でまあ、作戦次どうしようかは考えます。はい、ちょっと同じ状態でいっても多分勝てないんで、そこはやっぱりなんかちょっと考えないとなって思うんで、テッシーどっどうこうすかね、なんか間違ってるっていうか、リーナのマヒャドのとこは良かったと思うんすよね。あれはどうしましょう。もう手がねえ。いやー厳しいですね。会心とか連続で出ない限りもう無理ですね、これは。
フローラごめん。あーベギあーそうかフローラベギラゴン使える。でもすぐ MP なくなっちゃいますもんね。ちょっとこれは考えないといけんですね。ちょっと調子に乗ってましたね。ベギラゴンかっこいいな。ピエールがこれピエールはね、あ死なないと思ったけど無理ですね。ガンガン打ってくる。ベホマとマホトラがあるんでいけるかと思うんですが無理ですね。火力が全然足りないっす。灼熱炎をピエール食らわないですね。なんでだ。なんかあるんですかね。これはまずいね。ちょっとAN ループになる可能性があるんでちょっとここは逃げるで。ちょっとああ道具見れないのか。そっか。すごいね、逃げるだけでも持ってるっていう。まあ、多分痛恨でやられるでしょう。ふう。いやーピエール、あーメタルキングヘルムか。これと三日神の盾で灼熱がそんなに入らなくなってるんですかね。いやー全滅初じゃないですか、もしかして。5入ってきつかった。きつ。これはあれオークスきついわ。セインそうっすよね、回復してないっすよね。どうしましょう。多分同じことやっても勝てないので、いや本当にここまでねお付き合いいただいてありがとうございました。いや本当にどうしましょう。なんかいい方法ねえかな。なんかねえかな。いやー最初から言ったとし結構飛ばしたとは思うんですけど、ちょっとオックスだけ生き返らせられてねえじゃねえか。どこだろうね。なんか違うのかな。何事もなかったように宿屋にフローラとかね行くっていう。350、1人50ってことか。400でしたもんね今まで。いやギガデインミルドラースのあの第一変身の時に使いすぎたね。ギガデイン必要でしょどう考えても。そうですよね。
だどうしようお金もないしな。はい、そうしました。一旦セーブ取りますか。一回セーブ取ったんですよね。エビルマウンテンに向かう前にセーブ取りまして、ちょっと一回セーブしますわ。いやー、どうするかちょっと考えますので、次回はね、もうもちろん倒す動画にします、断言します、なんとかしますので、次回もぜひよろしくお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。